はい、皆さんこんにちは、ジルでございます。八八じゃない、太鼓さんの東吉郎さんね、やっていきたいと思います。私はちょっとここ心配だね。ほんでここ政治もね、安定も悪いので、こっち沢山城、あららら、沢山城向かいましょう。沢山城どこですか？は？ちょっと待って、私沢山城、あ、そうかそうか、こっちで指定しないといけないんだよね。で、拠点一覧で、自拠点で沢山城。北近江？あ、北近江なのね。そっちなのね。はい、じゃあ、内政しましょう。まず、城増築しましょう。はい。まあ、これは確実だね。で、これは確実だね。もう確実なもん、もうどんどん落としていきましょう。で、これはこうでしょうね。で、これもこうでしょうね。で、これもこうでしょうね。で、これはこうなのかい？なんか意外でしたね。はい。で、こうかな。はい。で、こうかな。あれ、こうだね。おお、50秒残したら大したもんだと自分で思ってます。はい、昇降人脈使って3上がりましたと。羽柴秀吉様、越後屋が清須長浜間の販路で2度目を行っておりますと。2度目ね。これも白の女、白の女めって。っていうコメントいただきまして、ね。もう2度目っていう文字がさらに腹立つように見えちゃったね。で、じゃあ、私はあとは、治安控除だね。20日必要です。もう施しにしちゃいましょう。で、はい。消えありがたいと。はい、23上がりました。これで、とりあえず、またちょっかい出しに行きましょうか、岡山城。はいと。で、ぶっけたくんで、岡さん、いるかな？ああ、申し訳ありませんが、おはて、その顔には見覚えがと。はい、お茶ね。おお、これはと。はい、おお、これは、1個しかつかないの、つらいね。筑前の、筑前の森木、筑前の神殿ではってか、いいのかな。はい。はい、お、これは、と。ああ、いい。あ、浮田さんはもうやっても仕方ないけど。浮田さん来たらおかしいもんね。浮田家なのにね。はい、戸川さん。お茶ね。はい、喜んでくれました。んで、花房さん喜んでくれないんだよね。はい、お茶しましょう。人との人間関係もこんな簡単に構築できたらいいよね。はい、これは素晴らしい茶だと。で、次は、引き抜きできるかな？はい、50巻武将ね。はい。来るの？沖田さん行ってみよっか。これ沖田さん行ったら笑っちゃうけどね。はい。ああ、そらそうだ。安心しちゃった。はい、戸川さん。はい、とこの心。あ、せっかくのね。もうこのゲームはあれですね。ぶっちゃけちゃうと、戦争で得っていうのはそんなに重視してないような気がしますけどね。あ、一人しか今回ヘッドハンティングできませんでした。まあ一人できただけでも大したもんだけどね。はい。はい。はい、一人だけで済みました。じゃあ帰りましょう。ごめんなさい、オペレーションが。もういいや。はい。で、城入って、はい、お帰りなさい、お前様と。あ、皆さん帰ってきてますね。はい。で、妻と話しましょう。お前様、開墾の儀は何番で習得できるそうにございますよと。では、表情の前行きましょうか。大殿が石山本願寺に攻め入っておりまする。おい、もんのその山かと。あ、本願に潰すんだね。昇進は？お、できる人がいますね。足軽組頭から、天子さんかな？足軽大将になるんですね。はい、いいでしょう。はい、昇進させましょう。で、人事はないので、そうだね、ちょっと待ってね。武家宅で、親密の低い人いませんか？いませんね。じゃあ戻りましょう。じゃあ表情しましょうか。はい、石山本願寺攻め入ってんですね。
攻め入ってると。なら指名伝達でまず病んでる者がおられますと。まずね、内政やってくんない？お金は、お金対象増えてないね。まだ回収できてないのかな。でも兵糧は回収できてますね。で、今度は戦争行きますので、ちょっと軍学の高い方はなしと。もう大殿が言ってんで、私も行かないでかっていう感じなんでね。はい、お願いしちゃいましょうか。いや、ちょっと待って。で、身分を変えて、あんた、長期修行はダメでしょ、もう。もうお金、あと武将なんだよね。軍資金調達じゃなくて、神殿開発してきなさい。はい。はい、ちょっとね、この、あなた、組頭なの？え、ちょっと待って。どういう相当な、武将だよね。ああ、これか。鉱山開発していきなさい。はい。もうね、これがちょっとめんどくさいのね。で、あとは、長期修行に行ってる侍大将、現金稼いでいってください。軍資金ね。はい、軍資金調達してみてください。はい。で、いってらっしゃいと。で、合戦を行いましょう。敵はと。でもその前に、三好通るんですけど、別に構わないのかな？あ、賢女さんだね。この賢女さん若いね。はい、行きましょう。で、軍資金6万貫、そんな全開持っていくんだよね。で、こっちも6万貫持って、365日分。あ、いいでしょう。あ、でもそんなにいらないかな。兵糧1万でいいかな。どっか別にね、転戦するわけじゃないんで。はい。はい。はい、お宅の恐ろしさ、存分にも知らせてやろうぞ、と。そこの先端泊まりの仕事は金と爪に置いていけ、と。この急いでおるときに厄介な海賊じゃ、と。海流陣にしましょう。貴様らごとき、払う金などない、成敗してくれる、と。抜かしやがったな、後で後悔するがいいぜ。やろうとめっちまえ、と。おぉ、こっちになるのね。初めてだ。あれ？兵がめちゃんこ少ないんだけど。え、めちゃくちゃ兵少ないんですけど。こんな少ないの兵。ちょっと驚いちゃった。これはいけないかもしれないですね。私ちゃんと兵見てなかったかな。え、何、移動できないの。はあ、移動できないんだね、いきなり。あら、これはちょっと参ったね。特に何か使えますか。雷電は使っても仕方がないもんね。待機しときましょう。あ、流された。116人の兵士が流れ出されました。あ、そっか、私水軍が全然ダメなのか。で、特技で何かないかな、いいの。雷神使えないもんね。水上にいてもダメなんだね。全然ダメだね、これね。よいしょ。おお、しかもまた動けない。これダメだね。おまた行っちゃってんだね。はい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 、と。で、相手はもう完全に誘い込んできてんだね。どうしようかな。とりあえずこっちに、ここにいましょう。味方もうガンガンいっちゃうんだね、これね。いい感じ、いい感じ、いい感じ。私は地上から外れたらダメなんだね、これね。でも撃てないし。うわー、詰んだな、これ。詰んだっていうのが私最近ちょっとくしくしなりすぎてんね。えい、あいやい。さすがの、勘弁さんでも無理でしょう。海賊が流されるっていうのすごいけどね。さあ、じゃあね、どうしたらいいだろう。これ取っとこっか。もうあれ使えないしね、サミダレ打ち入れときましょう。お、減らせた、減らせた。
あ、これ勝てるかもしんない。はい、で私がまた打っときましょうか。毒気でサミダル打ちしときましょう。他に使うもんないもんね。はい、よいしょ。まさか海賊船ってこうなるの知らなかった。あ、でも勝てるねこれね。うん、こんなに兵が少ないと思わなかったからどうしたもんかなと今不安になってます。特技で千なりビュータン使っておきましょう。はい、もうどうしようもないねこれ。私待機しておくしかないね。はいはい、どうしようかな。待てども、ああもうひゆさんか、ひげ長さんかな。であとはこうやってちょっと素敵誘い込みましょう。待って、えどこ行ってんの。あ、来た。なここでまたサミダル打ち入れておきましょう。うん、もういけますねこれはね。でもう一発これでサミダル打ち入れたら終わりですね。サミダルもいらないかなと思うんですけど、でも打ち入れておきましょう。うん、終わりました。引かないんだねまだ。敵さん引こうかなと思ってたんですけど、あ、敵さん完全に引かないや。あ、そう、石田のみっちゃんも連れてってんだね。いやー秀吉さん、海鮮海が苦手っていうのは分かってましたけど、金600カウントに入れました。軍資金に加えます。あ、もうキャンセル引かないわ。はいはい、こんなんで戦うの。さあじゃあ行きましょうか。はい、あ、一応全員来てんだね。あーで、委任しましょう。もう大手、あ、大手門がまだ意見聞きましょうね。選挙はほぼ五分となっております。いや、これ勝てんの。あ、でもこっち2万いるか。はい、おお、やばいよ、見てらんない。見てらんなくなっちゃいましたよ。で、もうこれはもろう、縄文箱もったいないね。力攻めいってみましょう。え、開かないの今ので。勝ったー。うわ、硬いですね。はい、もう軍技見てありません。簡易戦闘で移りましょう。オウムなんだか体の具合が悪いのか。うわ、水軍来てんだ。これは落ちないね。まさか我が軍が破れるとはと。攻撃が本陣の、ああ、もうあの500いた後ろの後続の500ってノブリンだったんだ。はい、帰還しましょう。うん、ダメダメ、しばらく落ちませんねあそこは。大変だったでしょうね、本当に落とすときって。病気になっちゃいましたので、ま、自宅やってお帰りなさい、お前様と。話しましょう。お前様、今宵はごぼうと人参の煮付けでございますよ、と。で、休養するで、一晩だけで、飲みましょう。はいと。はいと。はい、おはようございます。ご約束お休みになられましたかと。言ってらっしゃいませ、と。さあ、で、そんなに長い間、ああ、誰も帰ってきてませんね。なので、指名伝達しちゃおうか。今、なんて言ってました？備前国の攻略は、ああ、命じられてますけどね。いや、今、ダメでしょ、これ。兵士1万2000人しかいませんもんね。ならね、あなたたちね、軍備かな。軍備お願いしちゃおうか。補修、鉄砲庫にね、はい、お願いしますよと。出かけましょう。さあ、じゃあもう一度岡山城調略を続けますか。はい、あ、お金がないや、全然。はい、岡さん、はい、
今月飲んじゃってる？飲んじゃってんね。あ、まだそんなに日にち経ってないのか。となると私も内省しちゃおっか。内省しちゃいたいんですけど、お金がないっていうのがあるんですよね。あ、ちょっと自宅帰ってお金下ろしていきましょう。あ、待ちか、これ。ごめんなさい。本件の期間ね。姫路城も一度行ったことあるんですけどね。白鷺城って言われるんでしたっけ。それぐらい広いんでしたかね。金庫は？あ、これね。出金。貯金ありました？いや、2万5000貫入ってるのね。では2万貫ぐらい落としておきましょう。で、もうあまりね、もう飽きないでお金稼いでも仕方がないかなと思っちゃってますんで、もう金庫から出していきましょう。ちょっと潤したいですね。あ、もう57。姫路城が 57？ ああ、じゃあ姫路城でかくするか。で、姫路城を内政しちゃいましょう。一路増築ね。はい。はい、相変わらずのこれです。いや、違うね。ここはこれだね。で、これはこれだね。これだね。これだね。で、これだね。うん、これだね。で、これおそらくこうだね。で、こうだね。で、こうだね。で、こうでいいのかな？はい。いや、なんか違う気がする。これはこっちのような気がする。あ、いい音したね、今ね。今の音いいですね。もう一回聞いてみよう。この音いいわ。はい、完璧で終わりました。愛称工人脈を使いました。建築の技能を極めました。建築の達練者、連達者。建築の技能を極めた者に与えられる。ということは？はい、橋場秀吉さんも何者かが沢山城で破壊工作を行ったため被害が出ております。あ、小西屋が松江姫路家の販路で2度目を行っていますと。姫路の町で油、ちょっと怒りに行きたいんだけどね。でも私大名じゃないから。あ、建築が星になっちゃいましたね。小西屋ね。さあ、あ、だから安定が下がるんですね。不安が上がるので、不満が上がるのかな。では一度戻りましょうか。はい、お帰りなさい、お前様と。あ、まだこんだけか、指名。どうしましょう。じゃあ、表情の間に行って、滝川殿が石山本願に攻めてます。援軍を出すなりもで。いやいや、勝てません、勝てません。あの雰囲気じゃ全然勝てませんので、見上げておりませんと。指名伝達ね。何にしちゃおうかな。お金稼いできてください。金策優先ね。長期修行ばっかりでしょ。あ、でも金属こんだけ入ったからね。まあいいでしょ。はい。やっぱ40、50万貫欲しいですね。兵糧も30万貫ぐらいあればいいかなと思いますので、少しの間はちょっと、あれしときましょうか。小西屋ってここだっけ？あ、ここだね。いい加減にしなさいよ、あなた。お茶しましょう。でもね、商人は大抵喜んでくれないんですよ。ね、ちょっとあんたいい加減にしなさいよ。外交ね、親善ね。はい、3000で行ってきましょう、もう。はい。で、ちなみに小西屋と我々は良くないのかな。おだけね、外交見てみましょう。小西屋、いや悪くないよね。あ、これ私が、まあでも私が上げた3000貫でこんなガバ下がりしてないなんで、3000貫でもほんまちょっと下がるだけですよね。え、何で二度目するのって思うんですけど。さあ、じゃあ、じゃあ行き先指定は、どっかに不安があるところ。ああ、でもね、姫路城もっぱさ上げときたいんですけどね。あ、安定ね。55、小谷城。小谷城行ってみましょうか。あ、しまった、小谷城行ってるかったんだ、あのまま。はい、小谷城迎えましょう。はい。いやー、石山本願寺はまだまだ落ちませんね。でも石山、大阪城を作ったのは秀吉さんと私聞いてるんですけど、子供の頃から。石山本願寺ってあったんですよね、本願寺城。どんなんだったんでしょうね。
わかんないんですけどね。治安向上しましょうか。で、今回はお金じゃなくて野党対峙しましょう。説法はちょっとね、頭使っちゃうので。10何歩しか効果出ないかな、これ。で、こんな感じかな。あ、いい声で鳴きましたね。じゃあね、止血ってわ、傷薬でもいいけどね。傷薬でも20何倍上がると思うんで、90ぐらいまでいくと思うんですよ。いったね、30上がったね。これでいっときましょう。はい。あ、いい声で泣くなあ。んな声で泣いてたっけって今ね、ちょっと思うんですけど。8つ溜まって何できました？ああ、何もできないね。大したことできないんで。あ、そっちに来るのね。あ、いい声だ。いい声だ。ああ、もう20分してるわ。ごめんなさい。じゃあね。白波の未来だ。これも次回にしましょう。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。